をあなたに渡してほしいのですね。私の一部になってほしいです。それはできません。私も申し訳なく思ってます。あなたはいい仲間でした。本当の姉みたいだと思う時もありました。そういうわけではありません。やってみるといい。私は何の抵抗もしませんから、私を吸収してみてください。はっ、私がその気になればいくら抵抗しても無駄。あれ、どうしてです？私たちは全く違う魂だからです。違う魂？あなたは過去、私は今、それだけです。そんな馬鹿らしい理由ではないのでしょう。本当はあなたは自分こそが本物、私よりも自分の方が負荷にふさわしいって思っているからでしょう。あなたはただの羽のくせに。それが事実だとあなたも分かっているはずです。事実？あなた以外の都政の羽は私を見てすぐに私に服従したのが事実です。あなただけがおかしくて自分が正しいと思い込んでいるのです。あなたは頑固すぎます。事実を分かってないのはあなたです。私、あなたはまだ過去にいる。分かっていますか？あなたは自分を名博士の道具だと思ってるんです。時代は変わりました。私たちは融合戦士やバルキュリー、セイフレイヤの生徒を演じる必要はありません。私たちは自分らしく本当の自分になれるんです。ほら、全てはここから始まった。これは昔の記憶の中で最も。今考えればわかります。父さんを襲ったあれは言われなくてもゾンビに決まってます。崩壊は一気に爆発したわけではなく、ゆっくりと力を貯めていました。私の生活は当の昔に崩壊とつながっていましたが、ここでやっと。相手の名前も覚えてないのに、この光景だけははっきりと覚えてます。なぜならここであなたがずっと口にしてきた人助けですよ。今の私たちにとってこの程度の脅威なんて眼中にありません。雑魚はいくら来ても問題ではありません。どういう意味ですか？私たちには力があり、もう弱くありません。誰かに搾取され命令されることはもうないという意味です。そう、誰かの命令に従わなくていいんです。
彼女のことは覚えてますか？忘れたことはありません。それなら彼女がどう死んだかも覚えてますよね。彼女はオーストラリア支部で律者になってしまいました。私たちは彼女を助けようと彼女の前にやってきました。彼女は攻撃せず、私の名前を呼んで笑ってくれました。しかしメイ博士はケビンに彼女を殺せと命令しました。皮肉です。キアナのことを考えるたびに隊長のことを思い出す。皮肉ですね。あの時誰かが私の話を聞いてくれていたら、メイ博士が私にチャンスをくれていたら。しかし私たちは道具です。話すことはありません。上の者が律者を助けないと決めたら、私たちにできることはありません。憎いですか？憎い？メイ博士は死にました。全世代の生き残りもわずかしかいません。憎い相手などもういません。悔しいだけです。取り戻す思い出が多くなればなるほど、自分への悔しさも強くなっていきます。どうしていつも他人の言いなりで、どうしていつも優柔不断で、どうしていつも選択権を他人に渡してきたのか。どうして思うままに戦えないのです。復帰たちとジョカさんが文明の発展を早めようと言い出した時、予想外の変化が生まれると悲劇が起こるかもしれないと知りながら、私たちは未来を予知できません。しかし回避はできたはず。私をサポートするのが彼女たちの仕事、そうでしょ？自分が犯した間違いは自分で償うとジョカさんは言いました。私が戻るまで待っていてもらうこともできたのに、私はそうしませんでした。暴れた私有は南海の半分を破壊し、たくさんの命を奪いました。わからない。戦争に犠牲はつきものです。どうして他人の命が私の大事な友人や助手の命より大切だと思うんです？どうして私は他のことを放っておいて、持てる限りの力ですぐさま私有を倒し友人を助けられなかったんです？私は全人類の利益を最優先するべきです。嘘つき。誰がそう決めたんです？メイ博士？どうして彼女の言いなりになるのです？随分時間が経ちましたが、
全人類の利益とやらはどこにあるんです？私が着いた時、私有はもう封印され、雑魚しか残ってませんでした。私もずっと後悔していました。あなたは私だから、私の苦しみを理解できるはずです。ほら、私たちは互いを理解できないわけではありません。悩まないで、よく考えて。私が犯した過ち、それだけではないでしょ。